はい、どうも、ウシコフです。はい、皆さんお久しぶりです。ちょっと動画サボってて申し訳ございません。ちょっとね、キャリアモードの動画取りだめはしてるんですけどね、ちょっと上げれてないんで、もうちょっとしたら上げますんで、皆さん、ご辛抱ください。で、今日はね、あるものをね、ブックオフで買ってきたね、久々に開封動画していきたいと思います。でね、買ってきたのこちらです。どうぞ。はい、スナイパーエリート V2。 これね、前々から僕が欲しかったゲームなんですけども、まあ名前の通りスナイプしていくゲームですね。いろいろ、なんて言うんだろうね、敵の見つからない位置に陣取って、あの呼吸とか風向きとか結構細かい概念があって、ね、それを読みながら敵に的確に当てていくというゲームでございます。 UBI ソフトから出てますね。UBI ソフトってやっぱ面白いゲーム多いんでね、これも多分普通に面白いと思います。トレーラー見る限りも楽しそうでしたからね。で、裏面こんな感じですね。ちょっとピンボケでごめんなさいね。あったかな？一撃決めろ。まあこれのいいところは、やっぱ第二次世界大戦下なんですよね。確かその、なんだっけな、ドイツ兵の生き残りが、だっけな。主人公なんだっけな、ちょ、そこ、うろ覚えない。ソ連兵の誰、ソ連兵じゃなかった、確かドイツ兵の生き残りの人がスナイプしていこうっていう感じのゲームだったはずですね。でも、キルカメラが意外とえぐいので、よく規制されなかったなって感じの、うん、この白骨化した映像が本当に出てきて、頭つら、弾丸貫くところとか、スローモーションで 見れちゃいますんで、ラストキルとか。うん、これよく規制かからなかったなっていう感じですね。これの続編の3が規制かかって北米版しか売ってないんですよね。じゃあちょっと開けていきましょう。はい。いや、これね、最初、これ買ったのブックオフなんですけども、ゲオに行ったんですけど、売ってなかったんですよ。前まで売ってたんですけど、僕がね、買い渋ってるうちに売り切れちゃっててね、ようやく見つけましたよ、本当に。ま、ちょっと中身見ていきましょう。まあ、ディスクはごめんなさい、別にこちらにあるんですけどね。はい、ディスクはこちら。いいですね、かっこいいですね。で、と、説明書、中は説明書ですね。説明書となんか、スクエニの、なんか、ありますね、コードみたいな。これ、ポイントカード。で、地味に初回特典コードもありましたね。ちょっと見えたかもな、今。まあいいや。あれ、なんかその初回特典コードは、なんかヒトラー暗殺のやつらしいけど、できんのかな、中古なのに。まあ、説明書はですね、まあ、あらすじみたいなの書いてありますね。カール・フェアバーン。っていう主人公らしいです。見てみましょうか。あ、アメリカから送られたスナイパー。アメリカ人か。全然違いましたね。なんかソ連を、まあ、潰すために送り込まれたって書いてあります。単身で高度なミッションに立ち向かう。興味深いですね。楽しみですね。まあこんな感じです。まあ、難易度は、なんかイージーとかあるらしいですけどね。僕はノーマルでやります。さすがにね、一番難しいのは厳しいんでね。で、まあ、最近ハマっているゲームはですね、L.A. ノワール。もう前回の、だいぶ前の開封動画で、確か、紹介した L.A. ノワールをね、今、昨日初めてですね、なんて今までやらなかったんだっていうぐらい面白いっていうことに気がつきまして、今ちょっとハマってやってますね。あと、トゥーワールド。あのね、皆さん、あのね、開封全然上げてない間に結構ゲーム買ってるんですよね、トゥーワールド。これも UBI ソフトで、まあ、なんて言うんだろうな、ディアブロとかわかる人ならわかると思いますね。そんな感じのゲームですね。あとは、あとなんかあったっけな。あとは、グランツリスもね、買い戻した感じですね。あと、レッドデッドリデンプションっていうゲームをね、全クリじゃねえな、ストーリークリア。したかな。
あとはまあプレステ4のなんか開封上げるっつって上げなかったですね。めんどくさくなってね上げなかったですね。ザークルー FIFA15、 あとグランドセフトオート5ね買ったんですけども、いずれも開封動画上げてませんのでね、まあ、PS4 は基本僕は上げないかなっていうか、まず PS4 のソフトあんまり買う予定が今のところないので、正直3でこと足りてる、こと足りてますので、うん。まだまだ僕は3現役なんで、3で面白いゲームどんどんやっていこうかなと思ってます。まあ4もソフト充実してきたり、中古で安くなったりしたら、そういうね、なんて言うんだろうね、オフラインが充実したゲームをね、買っていきたいなと思います。今回スナイパーエリート、V2 紹介いたしました。次回は何だろうな。一応注目してるゲームとしてはスプリンターセルとか、うん、何だろうなと。まああとスペックオプスザラインだっけっていうのもちょっと気になってますね。あとレッドファンクション、結構古いゲームなんですよね、いずれもね。でも僕はなんかそこにロマンを感じてますね。最近のゲームよりちょっと前のゲームをやりたいなっていう感じがあるので、まあ、その辺買っていければなと思います。はい、じゃああの PS4 のソフトもねやれればまた開封やります。あとキャリアモード、さっきも言ったんですけど動画サボってて申し訳ございませんあんとね、来週ぐらいにはね再開したいなと思ってるんですけどね、僕口だけの可能性があるんでね、あんまり期待しないでくださいうん、もしかしたら暇、いや、生放送は結構やってるんで、見ていただけたらいいかなと思います。ツイッターの方で、まあ、いろいろやってますので、つぶやいてますんで。あとですね、なんだろうな。まあ、いいか、この辺でいいですかね。まあ、気まぐれになんか、シーズンの動画とか、FIFA15 のシーズンの動画とか上げるかもしれないですけど、まあ、期待しないであんまり待って、待っててくださいね。まあ、でも頑張って来週中に一本あげようかなと、編集して、シェアファクトリーで編集してね。では、じゃ最後、こんな感じですね。はい。では、ご視聴ありがとうございました。次回会いましょう。さようなら、グッバイ。